リールはフォークダンスの位置形式、並びにそのための音楽。リールは4、4拍子、2、2拍子、あるいは2、4拍子で寄付される。すべてのリールは同じ構造を持っていて、8分音符で各小節の1拍目と3拍目にアクセントが置かれる。その点で主として均等な拍からなるホーンパイプとは異なる。一般にリールは2つの部分からなっていて、 ほとんどのリールはアブと反復されるがアボブとなることもある。A も B も基本的に8小節で、それは4小節と2小節のフレーズに分割できる。この構造は Q&A の配列に従っている。32小節からなるグループが34回反復され、それから次のリールの演奏が始まる。今日、アイルランドのリールの多くは、 新曲と容易にリールに作り直すことのできる他の伝統音楽の旋律で補足されている。リールはアイルランドのフォークダンスの中でも最も人気のある曲、旋律形式である。リールは南西イングランドのフォークソングでも人気がある。アイルランド並びにイギリスの移民たちは大西洋を渡ってアメリカ合衆国やカナダの大西洋沿岸及び カナダのフランス語圏にリールをもたらした。その中には、ケベックやアカディアの音楽がある。ラボレデュック、ラボッティンスリアン、新しいところでは、ネオイコールトラッドグループのレガウボーイズ・フランガンといった、ケベックの多くの歌手、バンドの曲に、リールは取り上げられている。リールオブスリー、リールオブフォースコティッシュカントリーダンスでは、3人以上のダンサーが複雑に絡み合う軌道に沿って動きながら、踊る。 他のフォークダンスで言えば、兵に似ている。最も一般的なものは、リールオブスリーで、名前が示すように、3人のダンサーによって踊られる。3人がたどる軌道は、同じ一つのもので、上から見ると、8の字になっている。1人は、8の字の一番上から、1人は、真ん中から、1人は一番下からスタートする。リールが始まると、2人のダンサーが、 お互いの横をすれ違うことになるが、その時、どちらの方が相手に近いかによって、そのリールは、ライトショルダーあるいは、レフトショルダーと名付けられる。リールが完了した時、3人のダンサー全員が、スタートした場所に戻っている。リールには無数のバリエーションがある。ありがとうございます。